もちろん。僕だけ一方的にいただくわけにはいきません。せめてもの気持ちです。受け取ってください。マスターや僕たちが戦えるのは日頃からあなたたちが支えてくれるおかげです。ありがとうございます。みんな喜びます。ああマスター、ハッピーバレンタインだったかな。いつもお世話になってる人へ僕から贈り物をね。ささやかなものではあるけど。ああ彼女たちからもチョコレートをもらったよ。嬉しいものだね。ああそうだ、バレンタインカードを用意すべきだったかな。せっかくだから言葉の一つでも添えればよかった。大切な相手への贈り物だしね。まさか。僕にとっての特別な人間はここには一人だけだよ。君だマスター。壊れかけた僕とも契約を続けてくれる魔術師。僕はひどく不安定だからね。きっと迷惑ばかりかけているだろうに、君は構わず僕をサーヴァントにしてくれている。ありがとう。僕は感謝しているんだ。君は僕にチャンスをくれた。僕が僕の中の俺と戦う最高の機会をね。君が善と誠実と共に戦う限り、僕は俺とギリギリなんとかやっていくよ。あ、変な話をしてごめん。あ、そうだ、肝心なものを渡していなかった。ああ、ライスボールだよ。ミス清姫とミスターエミヤに習ったんだけど、うまくできているといいな。実はここだけの話、あまり自信はないんだ。どうか君の口に合いますように。合わなかったら、そうだな、うん、その時はまた別の形でお礼をするよ。